ピュース2世は、ルネサンス期のローマ教皇。本名は、アエネアス・シルウユス・ピッコローミニ。シエナ出身で、シエナ大学で学ぶ。もともと人文主義者の代表的な人物で、詩人、歴史家として巧妙であり、神聖ローマ帝国に仕え、皇帝の側近、外交家としても知られていた。教皇エウゲニウス四世時代のバーゼル公会議に、神聖ローマ帝国の宰相として参加し、 教皇派と公会議主義派の対立を収束させるべく、尽力した。その後聖職者となり、カリストス三世の死後、教皇に選ばれ、ピウス二世を名乗る。1459年、数奇教、ヨハンネス・ベッサリオンの尽力を得て、ヨーロッパ諸国に呼びかけ招集した、マントバ教会会議で、オスマン帝国に対する十字軍遠征を主張する。 消極的な神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世に対してはかなり強硬な態度で参加を迫ったにもかかわらず彼をはじめとしてこれに応じる君主国はほとんど存在しなかった1463年十字軍を勧告する教書を再び発表し1464年には十字軍の出発地として決定されたアンコーおに赴くが同年8月に成拠 遠征は直ちに中止された。シエナ共和国にある故郷の街を理想の都市にしようと考え、1459年、フィレンツェの建築家、ベルナルド・ロッセリーノに設計を依頼する。これによって、ピオ・ニスイ広場、ピッコロ・ミニ宮殿などが建設され、ルネサンス建築の立ち並ぶ都市が生まれた。当時の因衆であるネポティズムに従い、老いのフランチェスコを数奇教に登用した。 彼は後に、強行ピウス三世として選出された。ありがとうございます。